皆さんこんにちは、三村佳代です。今日は中華料理には欠かせない干し椎茸、こちらについてお話ししたいと思います。干し椎茸と生の椎茸の栄養素の違いなんですけれども、これね、見てください。主な栄養素をちょっとまとめてみたんですけれども、こちら見ていただくと、だいたい5倍から30倍ほど干し椎茸にすることでアップするんです。またですね、嬉しいのが干し椎茸にしか含まれない成分で、グアニル酸という旨味成分があります。これによって、その例えばシューマイとか肉まんとか入れると、こう風味がアップするんですね。あとは特徴的なのがこの香りですよね。これはレンチオニンと呼ばれる香り、生の椎茸にはないんですけれども、これがあることによって料理のそのものの風味をアップすることができます。このグアニル酸とレンチオニンっていうのは、干し椎茸を水で戻すときに、その酵素によって生まれるものなので、ぬるま湯とか電子レンジで加熱したりして戻すと、別の酵素がその旨味成分とか香りを壊してしまうので注意が必要です。ご参考まで。それでは。